どうぞ、よかったら飲んでください。あ、ありがとうございます。そい中のドブみたいなお茶なんで。賛成、こいつガチカッペ丸出しでって。ちょっと、その東京っぽい感じの喋り方やめなよ。ね、これ全裸ですよね。ありがとうございます。こんな田舎のエスナーバズレ女のトークにお付き合いいただいて。何言ってるんですか。ほんとすいません。つまんないでしょ、田舎者の話は。六本木、田無、青山、東山と赤坂、拝島。それ東京の人もあんま知りませんよ。西川口。 UFO なんかいねえんだぞ。宇宙人なんかいねえんだよ。今取り込んでるんですよ。え、飲み会。おしっこ飲む方の。うわ、やっぱ違うな。え、東京っぽい。代官山だって別に何があるってわけじゃないですよ。え、え、おしゃれなカフェとかあるじゃないですか。おしゃれな家具屋さん、おしゃれな雑貨屋さん、おしゃれな、おしゃれな。誰かこいつに一杯の冷たい水を持ってきてくれ。ほら、落ち着きな。しっかりして。おしゃれだよ、大官山は。おしゃれだよ。あの、おしゃれなトイプードルだっているんですよね。お前は黙ってろ。え、宇宙人探しに来たんじゃないの。はい、あれが宇宙人だとするよな。え、おお、マジかよ。例えばだ。え、例えば空を見上げている君の好きな綺麗な夜空だ。 UFO が見えるよな。え、今もう頭上3メートルだ。おい、おっと、もうバメだぞ。どうする。やめてください。見つけたよ。え、みんなで歩く野の道の後ろを歩く宇宙人、笑顔で交わすテレパシー、なぜか感じたシンパシー。はい、待って、何これ。嘘つくな、こんなラインあるわけねえだろ。これが東京のラインです。近づかないでください。体ごとねじられますよ。すいません。でもね、山田さん、こう見えて私だって東京出たいって荒れた時期があったんですよ。毎日路上で小田和正のポスターを燃やすパフォーマンスを繰り返したりもしましたよ。え、脳みそですか。いや、無理です。脳みそは、脳みその方だけは勘弁してください。東京に出て金持ちになろう。はい、よっしゃ、それじゃあみんな東京まで競争だ。お前ら死ぬ気か。え、ありえないだろ。え、軍手をしないで素手で UFO を触るなんて。基本はしっかり守れよ。小学校6年生の時だ。俺の目の前に UFO が現れたのは、アホみたいに光った UFO はゆっくり降りてきて、しばらくして飛んでった。俺の友達を吸い込んで。アキラ、俺に振るな、俺に振るなよ。UFO の中ってどういう風になってるんですか。知らない。え、なんかされたんですか。されたよな。されたんですか。お前、みんなに見てほしいものがある。それは見つかったんだよ、宇宙人が。え、ここから先は本当に未知の世界だ。覚悟はあるか。これを見る勇気はあるか。何言ってんすか、見せてくださいよ。おい、待て。俺だって気持ち悪いよ。予想もしなかったよ、この黒さは。もっと銀色のいわゆる宇宙人を想像してたから。でもな、やるんだよ。その絵好き、一度だけ我慢してみよう。俺も我慢する。そうすれば俺たちは一歩夢に近づける。行くぞ。